これはまた貴重なね、ものなんです。これは、BMW ですね。BMW の、ものになります。で、これは BMW の、3シリーズに、ね、なります。これは1975年に発売され、コンパクトセダンの秀才として記録的ヒットとなった、初代3シリーズから8年が経過した1983年に登場した2代目3シリーズなんですね。で、E30 というコード名を与えられたこのモデルは2ドアのみだった初代に加え、4ドアモデルや BMW 内装によるフルオープンのカブリオレが設定され、初代を上回る爆発的なヒットとなった。で、1983年デビューに合わせて用意されたのは 1.8 リッターエンジンでキャブレターを組み合わせた最もベーシックな316と、それにインジェクションが加わった318R4気筒モデルにする。そして初代3シリーズで6気筒エンジンの傑作として世界中のエンジニアに注目されることになった M60K スモール6が搭載される。 323i を加えた計4モデル。で、1985年には 323i が廃止になり、その後は 2.5 リッタースモール6を設定した 325i と 325i をベースにプラネタリーギアとビスカップリングを組み合わせた BMW 初のフルタイム 4W モデルで 325iX が登場し、加えて同年登場した 325e はスモール6と同じ素材を持ちながら低中速回転速で効率を徹底的に追求した対環境エンジンを搭載したもので、325i というモデル名であるが、実際排気量は 2.7 リッター。このモデルは、国内では鋭い加速性能要求の具体に指で、ファイナルをやや下げた仕様となっている。で、325i というモデル名で導入されたんですね。さらに6気筒 2.5 リッターのディーゼルエンジンを搭載した 324A と、も1985年に内諾され、1987年3リッターエンジンは、シリーズは大幅なマイナー賃料です。で、316はインジェクションを備えて4気筒 1.6 リッターエンジンを搭載した 316i で、318i はモデル名をそのままに 89×71m のショートストローク型から 84×81m のスクエア型へと変更になった燃料室を持つ 1.8 リッターエンジンだったんですね。で、324D にはターボチャージが加わり 344TD へと、生まれ変わったんですね。で、以降基本的なラインナップに大きな変化を加えることがなくて、1990年の、ね、ものまで生産が、続けられていたということですね。で、これが BMW の、320i でして、1983年の1月から1991年の1月まで、販売されました。それが、この車になるんですが、なかなか非常に、作り込みが良くていいかなという感じで、非常にこの車もなかなか当時としては、面白いね、内容の、車になっていて、この形がね、なんとも今からするとちょっと古臭いなって形ではあるんですが、このなんとも言えないこの古臭い形っていうのが、また当時のその時代というものを感じさせてくれるような、デザインにはなってるかなといったところですね。で、青いラインとこの青いボディっていうのがね、青いラインじゃない、青いのとボディとこの模様というのが、それがまた気に入ってる一つであって、なかなかこういう風にですね、こういう風にね、なっていて、こういうところが BMW らしさというか、昔の3シリーズの BMW って感じに出ていて、非常に今の時代でもある意味通用するような、デザインというか、渋くてね、いかにももう地味って感じの BM なんだけど、それぞれがね、こう、かっこよさを保ってるというところが、素晴らしいなというふうに思うことでございますね。どうもありがとうございました。